やっちゃうよ。大丈夫です、すごい、今日もやっていくんですけど、今日はこれ、はい、まあ、キチガイデッキですね。これはね、なんか最近結構使われてる、その12勝ね、結構このデッキで10回ぐらいされてて、なんかね、トップに上がってきてたんですよ、結構。なんで、やっぱね、なんだろう、デッキ自体の欠陥は多分その大型呪文がないんで、エリポンとかスケラじゃない、エリポンとか三重子が相手の時に初手によっては死亡するっていうところぐらいですかね。まあでも本当になんだろう、マジで見たことない方なんで、形のデッキなんで、あれですね、なんか相手がこの2枚カード見て、なんかまだその残りのカードを予測できないっていうところで、スケアミとかでバッコリアド取ってカウンターとかで持っていきたいところではあります。このデッキで今9勝1敗まで来てるんで、全部このグラチャレこのデッキでやってるんで、いやどうしよう、待て、今終わりだしたかな、待て、アイスピーでしょ、ちょっと待って、オッケー、あー、そういうね、これ相手多分オッケー、オッケー、延命、よいしょ。いや、これめっちゃきついはず。これでなんか受けてきて、ゴーストを言うので受けてカウンターしていきたいですね。相手今3エリぐらいで多分ゴースト出したと思うんで、カツカツですね。ここ前に進んでマジアチャがタワー殴るんで、はい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 、カツカツゲーミングですね。はい、これで、あとアイスピとエレキか、アイスピとエレキがいるんでゴースター出せないかな。アイスピ読みの丸太、よいしょ、これでアイスピかな、多分無視か、アイスピ待ってないか、まだ、さては、オッケー、美味しい、くっそ美味しいな、これ。ここはメガゴ多少受けていって、受けれ、大丈夫かな、よいしょ。これ相手ペッカぐらいしか受けがいないと思うんで、あー、なるほどね、はいはいはい、オッケー牧場、よいしょ、これ、あれ、なんだっけ、そう、エレキ切ったらガゴ攻めが有効っすね。よいしょ。ザップ切るかな？絶対打つよな。一発と丸太で死ぬよね。確か死なないっけ。オッケー。あー、マジで、いや、怖いな。あとが怖い。これ穴掘り来るんで、こっちから U の出していって。はいはいはい。よいしょ、これで何で受けてくるかな、エレキね、よいしょ。いや、美味しい、そのゴースター美味しい、さすがに。いや、余裕だな、これ。バッコリカウンターいけますね。あー、それ入っちゃうな、きっと入っちゃうな、それ。どうせエレキとかしかいないんで、よいしょ、丸太でなくずらして、はい、よいしょ、おしゃれに決めていきます。シュッ、はい、ジジ、まあ、あれっすね、いい感じっすまあ、相手は多分こっち受けのカードが、ここ、まあ、マジアチャとロイフグ以外受けのカードなんで、受けれるカードなんで、相手はそんなに防衛の時とか何が来るかって予測できないと思うんですよね。そう、それが強い、多分。決め打ちの呪文とかが結構しにくいんで、スケアミと、プリンスがある時に、読みポイズン、穴掘り飛ばして読みポイズンとかして、仮にプリンスで受けられたらもう終わりじゃないですか、そこで。7の攻撃してるのに、その5のプリンスで攻め、拾われて、しかもプリンスのね、5分の1ぐらいしか削れないみたいな。
もうプリンスのバッコリカウンターでしまいなんで、なんで結構その呪文を絞らせない感じが強いですね。あと地味にそのスキアミとうるせえなスキアミとガーゴイルでなんかその呪文枯渇になってるみたいな感じで、割と熱々の圧ですね。とりあえず言うのかな、言うのかガゴかな、このデッキでしょ、できるのよいしょ、あ飛ばね、これ受けにくいと思う相手。はい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 、ですよねと。あ、丸太持ってったんで、はいはいはい、丸太切ったんでこれでいきます。絶対めんどくさい、これはボーポイとか貼るしかないと思うんだよな。よいしょ、はい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 、これで相手はタルババがあるんで、ベビドラスキャラかタルババスキャラがしてきそうなんですね。なんでプリンスで受けて3が多いかな。まあマジアチでもいいけど、ポイズンがなかったら3顔の方が、あでも取るね、ベビドラだったら、ちょっとセパン、はい、相手ポイズン打つよりないんで取るねでまとめるぐらいだと思うんですよね。やったとて、はい、これタルババぐらいしかないんで言うので、あの延命していきます。あなるほどね、そう来る、はい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 、いくよ、取り抜くよ、はい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 、オッケーオッケー。でタルババ切ったんで真ん中に、よいしょ、あー取り抜かんのか、オッケーオッケーオッケー、これ取り抜かせるのでかい。ムートスキャラとか来そうなんでこのベビドラ入れちゃいますね。とりあえずエリアドが大事、はい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 、まあスキラは自陣に入れなければ絶対500も、多分ユニットをちゃんと出せば500も削られないと思うんで、よいしょよいしょと、よいしょよいしょと、ここに、はいはいはい、トルネトルネ、はいトルネ使ってくれと、トルネを使わせていき、もう相手の、ね、攻めが刺さらない状況を作ると、はい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 、こっちエレキで釣らしてマジャチで貫くおしゃれ技、おしゃれポイント高い、これよいしょ、はいはいはい、角に寄ってるとね、貫けないんで、まあこれはちょっと実戦では使わないですけど、最後のおしゃれポイントとして、はい、いきまーす。まあ余裕っすね正直。結構今のこのタルババスキャラが今一番グラチャルで勝ってるデッキなんですよ。あのペッカ工場を追い抜いて今1位なんですよね、あのデッキが。なんでそれにも勝てるってことは、さては環境デッキ、さては環境デッキ、まあ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 、とりあえずしていいかな、つけ 2.6 とかかな、動くよな 2.6 だったら、つけだけで、ん？これブレンじゃん、つけだけで動かないってことは、待てあれだ、このあれだ、オッケーオッケー、理解、アンダースタン、アンダースタン、アンダースタンドですね、これは。アンダースタンド最悪だなこれマジで。これあれなんですよ、これ絶対スケが来るんで、よいしょ、はい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 、お外してるな、いやこれ違うわ、何してん、俺ちゃんと延命しないとダメなんですよね、これ外してる外してる、丸太打たない、打たないか、やるな、普通にやる、30種で受けられたらめんどくさいんだよな。あーよかったよかった、これを吹きそうなんで血流の構えて、ガゴはちょっとハンターに弱いんでプリンスと割れたかな、はい、ガゴはねもうハンターで秒処理されるんで、クリーンヒットしたら全部死ぬんで OK、あースケに当てたかったな、まあこれも美味しい、めっちゃ貫いてる、
相手からしてもクソ鬱陶しいと思いますね。これはこれ丸太読みワンチャン読み回れたしてきそう。よいしょ。大体アイゴレタスケ切って多分受けがこれなんだろう、ゴーストしかいないかな。ゴーストとロイフグとかだよねしかいないんで、ここででもロイフグ足すとファイボで全部いっちゃわれるんで、そろそろ来るな。30C いやめんどくせえ、来ますね。これぐらいなんだよな。よいしょ。あっち無視しますね。マジアチュで倒してもらわないと困るんで。よいしょ。プリンサー30周期に残しておきたいんですよね。今相手5を切ったんで、こうマジアチュでまた、こっちかな。でこっちに走らせていって、多分セパしてくると思うんだけどな。やるやん、まあまあやるやん。あー出せねえ。いやーこれ渋いな。このサイクル終わってんな。ちょっとこれで後ろにハンターとかつけてきたらめっちゃうまいけどな。よいしょ。いやそれはいける、それはいける。受けで手一杯だろそれ。丸太使ったんで、30しかな相手これ。うんだよね。そろそろこっち来そうなんだよな。だね。貫きて。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。これはもう届くだろう。届け。よし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 。オッケーオッケーオッケー。やっぶねー。このデッキクソ一番相性悪いんですよね。今流行ってるデッキの中で一番相性悪いですね。このデッキは本当に。まあまあまあ勝ったんで、もうマジアチでワンチャン掴んだっすね。あそこはマジアチャ出して、絶対何か、ファイボキッターさん絶対何か出してくるんで、延命の、まあ、ロイフグみたいな感じで、感じですね。はい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 、はいと。まあ、スケアミがな、本当に、なんだろう、呪文に、極端に呪文に弱いんですけど、呪文打たれなかったら逆に何着ても守れるんですよ、本当に。あの、参考するだけで何着ても守れるんで、まあね、本当に。今、本当クララリーグとかで、まあ、ポノスが使ってるだけかもしれないけど、ローラとフチが、ね、試合で使って全部ストレートで勝ってるんで、スキャミ強いですね、今、本当に。おすすめです。ってことで、まあ、この動画は12勝で余裕で、まあ、次のデッキは枯渇30して5800とかいこうかなって感じですね。って感じで、お疲れ様でした。